お伝えします。福島第一原発の1号機で今日午後3時半過ぎに爆発音が聞こえ白煙が上がったということです。東京電力によりますと今日午後3時36分ごろ福島第一原発の第1号機で復旧作業中に直下型の大きな揺れがありドーンという爆発音が聞こえ白煙が上がったということです。この爆発で東京電力の社員2人と作業員2人の合わせて4人が怪我をしたということです。爆発の原因など詳しいことはまだ分かっていません。こうした状況を受けて原子力保安院は午後4時から予定されていた記者会見を延期すると発表しました。この理由としては首相官邸、総理官邸と調整をした上で発表するためとしています。福島第一原子力発電所の第一号機では炉心を冷却する水の水位が急激に下がり続けるなど不安定な状況が続いています。こうした状況で燃料が溶け出す炉心溶融が起きている可能性があります。問題解決のためには燃料棒を冷却させる必要があり引き続き注水作業を行って半分ほど露出している燃料棒を換水させる必要があるとしています。また格納容器内の気圧が上昇していたことから東京電力では外に蒸気を逃して格納容器内の圧力を下げる作業を行ってきたところ成功した模様だと午後3時過ぎに発表していました。一方で蒸気が外に出たことからすでに1号機の周辺地域において放射性物質であるセシウムとヨウ素が検出されたということです。こうしたことから保安院では自衛隊に出動を要請し注水作業のための水を確保するためポンプ車による水の汲み上げなどを要請しました。